こんにちは、コンディショニングジムアウェイクスの田中です。タコです。本日もインスタライブ始めます。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。では本日のテーマは、はい、青春の夏がやってきた、はい、夏の高校野球を応援、やったやってきました。あ、最近すいません、音の確認だけさせていただきます、はい、ね、もう夏の高校野球が始まりますね。もう今始まってますからね、あの予選がもう始まってますね。はい、地方予選が始まっております。あのこのテーマになった時、ありがとうございます。このテーマになった時に、あの葉山と一緒に考えてたんですけど、はい、インスタライブのテーマ何しようって、で、まあ、高校野球、野球といえばもうこの2人でしょうっていうのでこう野球といえばみたいな感じで今回もこの2人となりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。8月6日からですね、あの甲子園でやるのは、はい、何回か知ってますか今。何回やろ、100、はい、10回ぐらいですか105です。ちょっとプラス5年とかね今年は105回目らしいです。へー、はい、そうなんですね。行かれたことあります？高校野球見に甲子園まで。そうですね、甲子園とかも行って、はい、お一応あの大阪来る前は地元の高校とかもたまに見てました、はいはい、あ、そうなんですね。応援ですか？地方の、はい、すごー。私まだ地方の野球まだ見に行ってないんですよ、高校野球。まあでも、まあ、母校なんで、はい、一応行っとこうかなみたいな、はい、素晴らしい。ちなみに田中さん の, あの母校は今年はどうだったんですか？今年は、はい、残念ながら2回戦、はい、敗退で滋賀の丸々高校ですね、はい、2回戦敗退。ちなみに私の母校も2回戦敗退でした残念。残念、なかなかやっぱ強豪がね、あの各都道府県にはいるのでその分他のところも頑張ってもらおうと思います。そうですね、はい、もうあの代表校決まってるところもありました今日で。お、はい、鹿児島、沖縄、はい、北北海道、あと宮城、山形とかも決まってました。やっぱまあ、はい、ちょっと橋の方から決まっていく感じがありますね。確かにありますね。やっぱ大阪とか東京とかちょっと多いんで、はい、なかなか決まるのはあれですけど、はい、でも楽しみですね、また高校野球。楽しみです。夜のね、あの特集も始まるんで。ネット甲子園。ネット甲子園。ハンカチを持ちながら見ないといけないんで、あれ号泣ですからね、毎回。毎回そうですね。毎回泣いてしまいます。朝パンパンです、目が。目と顔もパンパンに。てなわけで、なんで本日はちょっと高校野球にまつわるというか、高校野球とかのそのといったあの野球をしている方もここに来ているお客様もちょっと多いので、そういった方のお話を今日はさせていただこうかと思います。はい、はい、ですね。結構いますよね、アスリートというか野球のパフォーマンスアップのために来てくださっているお客様。結構いらっしゃいますね。いますよね、はい、何年生とか何歳ぐらいからいらっしゃいますか？もう今だったらやっぱ中、まあ、高校生が多くて、うんうん、中学生もちらほらいらっしゃいますね。来ていただいてね、本当に皆さん学生で学校終わってからとか部活終わってからまたトレーニングしにっていう方多いですよね、はい、すごいです。なんか私がこの前入らせていただいた中学生の男の子のは毎朝5時に起きて朝練してるらしいです。すごくないです？すごい、毎朝5時ですよ。しかも、はい、中学生中学生で、前まで6時に起きてランニングしてってやってるらしいんですけど、1時間早めてなんかジャンプの練習したりとか、ランニングももちろんですけど体のコンディショニングとかも、しかも一人で黙々とちゃんとやってるらしいです。めちゃくちゃすごいですよね、中学生で。なかなかいなかったですもんね。いなかったです私の周りとか、ね、いなかったです。もう極力みんなギリギリまで寝てダッシュで行くみたいな感じですよ ね。なんかちょっと野球頑張ってる子とか、うん、やっぱクラブチームとか、はい、行ってたりとかあって、なんか、うん、確かにもう知らないだけかもしれないですけど、はい、やっぱ朝一人で練習してるってなかなかできないですね。すごい、すごいと思います。でうちはそのアスリートのね、アウェイクスではアスリート
の選手とか、まあ、未来のアスリートとかも来ていただいてるんですけど、結構トレーナーもアスリート見れる方が多くて、うちの代表の朝日であったりとか、あと、まあ、体のケアとか整体とかでは犬伏で、その次に中原まさきの、この大体この4人のトレーナーがみんな見てくれてます、アスリートの。どうですか、田中さんから見ててアスリートの方のトレーニングは。そうですね、はい、やっぱりまあ野球ってなる と、 ちょっと学生の子たちがメインになると思うんですけど、はい、まあ、やっぱり、はい、普段、うん、プロのアスリートの方とかと、はい、やっぱ同じぐらいみんな集中力というか、すごいですね、1時間に対しての、確かにそういう、こう真剣さというか、うん、そういうのはやっぱり学生でも、はい、なんかそういうのは関係ないというか、プロの方も学生の方も全然みんな同じぐらいの熱量を持って、すごい、なんかこう見てる方もなんか元気になるというか確かに、はい、そうですね、顔つきがガンと変わりますよね。なんか集中してるなっていう、すごい体と向き合ってるなっていう時の顔の表情とか、すごいみんな変わりますね。なんか男前、女前になりますよね。カチッってなって。で、うちの代表の朝日とかだったら、野球の方だけじゃなくて、他のね、数々のプロのアスリートの方見られてますし、今だったらサッカー、アメフト、力士の方、ボクシングの方、もう結構さまざまな方来ていただいてますよね。はい、はい、素晴らしい。でやっぱりそのね、朝日とかだったらもちろん体の最初チェックとか始まるんですけど、もう体なんか立ってる姿とか足首とか触って、体足のこう重さ測ってとか見ただけで状態が分かるという、すごいですそれで体の状態を見て、あ、今誰々さんこうなってますよねとか、うん、こうなってるからこここう調節しておきましょうかとか、うん、パパパパって、あとお客さん、その選手の方とヒアリング、うん、今日の体の状態とか、スポーツチームとかで の、 トレーニングの状態、練習量どうだったかとか聞きながら進められてます。うん、ちょっともう私からすると、はい、異次元の話みたいなまあそうですよね、受付からだったらそうですよね、あんまり会話とかは近くに来たりとかじゃないと聞こえないですもんね。うん、そうですね、うん、でもやっぱりなんかこうアスリートの方とかトレーニングしてると、はい、やっぱりこうメニューとかもちょっとやっぱ普通の方とは違うメニューになってくるんで、うん、はい、レベルがやっぱ高いですよね。同じメニューでもめちゃくちゃレベルが違かったりしますね。うんうん、やっぱりトレーニングされてるとこう、うん、気迫というか、はい、空気感って変わるピリーと変わりますよね。圧倒されて、圧倒されだって周りのお客さんとかも見てて、うわーってなってありますもんね。そうですね、あのトレーニングやっぱすごいな、やっぱプロは違うなって言いながら、おっしゃいますね、はい、皆さん。で見本を見せてる朝日もバシッて決めてやってるんで、やっぱさすがだなと思いますプラついたりとか全然なく、朝日も同じようにできてるんで、さすがです。あとはですね、犬伏さんの、犬伏の整体も、うん、選手の方だったら試合前とか試合の後に、まあ、体の疲労回復だけじゃなくて、まあ、機能的に改善したりとか、そういった風に体全体をもう流したり整えたりしていただいてるところではあります。なんでもう一般の方にもすごい人気の整体なんで、予約がね取れないですね。取れないですよね。もうなかなか取れないですよね。受付の田中さんやったらもうよくわかるとご存知だと思うんですが、そうですね、やっぱりまたもう1回にかける時間、はい、もうやっぱり長い時間かけてされてるんで、うん、はい、やっぱどうしても犬伏の、はい、で犬伏もやっぱり出張とかも多いんで、そうですね、なかなか、はい、やっぱ先、はい、取られる方が多い現状の、確かに、はい、確かに1回受けた方は絶対2回3回受け入りますよね。そうですね、はい、で1回の効果というか体の状態がもう終わってからが全然違うっていう風に、痛いところもあるけれどもそれ取り除けたらめちゃくちゃ体楽っていう風におっしゃってます。男性の方が痛いがってる方多いかもしれないですね。あー、そうです、女性の方が意外と我慢強いイメージがあります意外とうーって聞こえますけどね、痛い痛い痛いって聞こえますけど、でも皆さん終わった後はもうめちゃくちゃ体も
すっごい楽そうにされてますね。なんか本当に一般の方もなんか多いですよね。あのアスリートの方だけじゃなくて受けられる方。そうですね、うん、でやっぱりこうあのもともと受けられてなかった方とかも、はい、こうジムで、はい、あのパッてこう見られた時にあれ、あ、確かに何やってるのとか、はい、あれってどういうの、うん、とかそういうお客様から、はい、なんかあれってどういうことって、はい、教えてみたいな、あ、はい、声かけもいただいて、うん、そこから受けられる方とかも確かに多いですね。あと1回受けられた方がもう1回ぜひ犬飼師の整体は絶対受けた方がいいって言ってくださって、それであのその方も受けられて、あ、めっちゃいい、はい、次また別の方にもみたいな感じで広げていただいているっていうのも大きいかもしれないですね。はい、素晴らしい整体ぜひ受けてほしいです。なんか受けられたことありますよね。なんあ、このそうですね、私もお体、はい、あの首を、はい、あ、ぎっくりやった時に、ぎっくり首ね、ぎっくり首やった時に、はいはい、してもらって、はい、なんか首だけ、うん、なんか首を痛めたんで、うん、首だけこう見てもらうみたいなイメージあったんですけど、ここだけね、やじそうな感じですけど、はい、その時は首メインでしていただいて、はい、でもやっぱりあの首の硬さとかも全部、うん、私ね、私股関節すごい硬いって、うん、はい、その整体の時に見ていただいたんですけど、はい、そういうのも全部つながってるかっていうのは全身見ていただいて、本当に細かいところまで見てくれますよね。本当にこの足の指の先から腕のところからみたいな感じで、ただ痛い時もあります。なかなか最初がやっぱりちょっとどうしても痛い。そうですね。確かに全然あの首が1日で動くようになって、うん、やっぱり感動しました。感動しますよね。でなんか最初痛いって言ってる方もだんだんちょうど気持ちよくなってきて寝ちゃうとかもお聞きしますね。うん、なんか体に流れて、なのでやっぱ一般の方もそうですし、アスリートの方も受けられる方がそれもとても多いです、犬伏の整体。はい、なんであとはあのここでアウェイクスで見れるトレーナーといったら、まさきかのんさん、かのんトレーナー、まさきトレーナーが見てくれてますね。特に未来のアスリートを見てくれてますよね。そうですね、結構やっぱり、はい、学生とかジュニアアスリート、うん、本当に、はい、どうぞかぶっちゃいました、どうぞそうです、なんか最初の頃とか、はい、もうあの、うん、と比べてなんかこう、はい、あんまり偉そうに言うのもあれなんですけど、はい、やっぱこうあの特にまさきくんとかは、うん、あの全然今、うん、なんかこう入ってる感じ、はい、トレーナーにトレーニングに入ってる感じとかも全然最初の時と全然違って、違います、はい、本当になんかアスリート見てるトレーナーというか、はい、やっぱりなんかこうまさきくん自身も、はい、あのサッカー頑張ってたんで、そうですね、はい、こうやっぱ熱が入ってたりなんですよ、うん、確かに燃え部活のように燃えてる時がたまに確かにあの声かけがたまになんか先輩みたいな部活の先輩の感じで、ね、こう気持ちからこう熱く熱く言ってる時ありますよね、はい、いけるぞーみたいな頑張れみたいな、熱いな、熱いのが伝わってますよね、はい、未来のそのアスリートたちもすごい競技が様々というか、あ、もしかしたら前もお伝えしたかもしれないですけど、野球の子もいて、サッカーの子もいて、あとはラグビー、フィギュア、あと何ですか、バスケ、ボクシングぐらいですかね。もう結構でもいろんな子がいらっしゃいますよね、はい、本当にすごいです。もうシンプルに足を速くしたいっていう子もいますし、パフォーマンスアップ、うん、やっぱりその特にまさき、カノントレーナー、まさきトレーナーが見られてるのはやっぱりその怪我をしないための体作りを一番メインに見てくれてます、うん、怪我したらね大変ですもん ね、 そうですね、アスリートはもうなかなかこの1回の怪我でこの試合出れたか出れないかでまた次変わってくるみたいなね、うん、本当に一瞬の戦いになりますよね。なんで怪我をしないために可動域をちょっと広げるようなトレーニングをしたりとか、なんか言いたげでしたけど大丈夫でした大丈夫でしたそう、はい、やっぱりまあやっぱ子供さんというか、はい、あのまあジュニアの方なんで、うん、やっぱり体の使い方というか、うん、まあ、普通の
ュニアというか、はい、子供たちに比べたらもちろん上手な子たちが多いと思うんですけど、はい、やっぱりまだこう、うん、成長過程というか成長期の段階なんで、はい、なんかどうしても、うん、なんか怪我とかのリスクって、はい、別の面ですごいあると思うんですけど、確かに頑張りすぎちゃうところもありますもんね、はい、あの体意外とその可動域柔らかい子とかだったらいけると思って行ってしまったら、うん、ちょっと安定不安定な状態でやってしまって怪我につながっちゃうとかもありますんで、それのために安定して出すトレーニング出したりとかパフォーマンスアップをするお手伝いをカノン・マサキはやってくれてます。モチベーションを上げるための秘訣とかありますか？どうですか？モチベーションを上げるための秘訣、モチベーション大事ですね。確かに大事です。なかなかね、上げるのも大変ですし維持するのも大変ですもんね、モチベーションって。そうですね、やっぱこれは、うん、あのまあ、ジュニアアスリート限らず、はい、いろんな方、はい、上げるための秘訣、秘訣です。何かございますか？まあ、でもやっぱりあの、まあ、私トレーニング入ってないんで、はい、あんまりあれなんですけど、うん、まあ、あのやっぱ中原とか松木、はい、見てる限りでやっぱりみんな、うん、毎回トレーニングあるときに、うん、ちょっとしっかりあのお客さんと話して、はい、前回はどうだった、そうですね、で今の状態はこうやっていうので、はい、細かく体の状態聞いて、うん、で次の段階に向けてっていうのを細かく、はい、やっぱりあのお子さんって言っても、うん、自分たちのことなんで、はい、ご本人さんもちゃんとしっかり話されてるんで、うん、なんかそういう細かな目標というか、はい、そういう目標設定をしっかりされてるんじゃないのかなと、うん、大事ですね、はい、思います。確かにぼやっとした目標ってなんかやってることもぼやってするんで、うん、あれですよね、こう頑張ろうと思っても具体的な目標とか数値目標とかがないとやっぱり頑張れない、うん、ゴールがやっぱりはっきりしとかないとそこに到達するまで向かうまでがなかなかね、どうしたらいいんだろう、ほやほやってなってしまうことが多いんで、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。なかなかモチベーション上げるのは大変ですが、ぜひ何かモチベーション上げることを決めて、数値でもイベントでも何でもいいと思います。頑張ってましょう。頑張りましょう。田中みな実を目標に頑張ります。頑張りましょう。頑張りましょう。いやでもいいですね、大事です、こういうね具体的な目標大事ですね。田中みな実さん綺麗ですし、はい、はい、お邪魔します、どうぞ。ありがとうございます。田中みな実さんを目標にあなたならなれます、大丈夫です、頑張りましょう。何の話でしたっけ。ちょっとねモチベーションも大事っていう風に、あ、そうですね、学生だからといって皆さんこうね、トレーニングの内容とか練習内容とかをすごい詳しく言ってくださいますね、どうだったかっていうので、あのこの前は重心位置がちょっと低くできたから次はキレ上げるようにしたいとか、球速をもうちょっと伸ばすためになんかこう足幅ちょっと大きくしたんだけどなかなかこれがうまく体になじまないんですとか、すごい具体的なあの悩みとかをお伝えしてくださってるので、そういった悩みがある方はぜひアワイクスでご相談というかどうしたらいいかわからない方はぜひ来てみてください。はい、まあ、もうすぐね夏休みもありますし、そうですね、もう始まりますよね、はい、始まってるんかな、始まりますかね、始まってるのかな、でももう本当にすぐぐらいですよね、はい、なんでこの夏休みのこの期間を利用して、まあ、自分の体がどうなってるのかとか見ていただくのもありだと思いますし、短期間でグッとトレーニング詰めたい方とか体の状態良くしたい方とかはぜひこの夏休みを利用して来ていただければいいかなと思います。はい。はい、まあ、でも実際そうですね、今来てもらってる学生の方たちも、うん、夏休みに、うん、来てもらって、うん、はい、でそこから継続してもらってるっていう子が結構多いので、はい、そうですね、だって寮生活の子とかもあれですもんね、わざわざお休みの日に大阪に戻ってきてとか、うん、トレーニング体の状態見てとか、もうちょっとここのパフォーマンス上げたいからちょっと今日トレーニングしに行っていいですか、予約していいですかっていう方もいらっしゃいますもんね。いらっしゃいます ね、はい、いや皆さんすごい意識高い方多いです。なんでぜひちょっと体のことを気になる方は一度ご連絡ください。
電話だったらもしかしたら田中さんが出てくれるかもしれないですね。はい、対応してください。その時はお願いします、はい。あっという間にお時間がやってまいりました。今日もコメントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大丈夫ですかね。はい、では本日も終了でよろしいですか。はい。はい、じゃあ私たちは高校野球を楽しみに頑張りましょう。頑張りましょう。各ね地方の高校野球の情報を仕入れながら頑張りましょう。はい。では本日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。